早、はい、寝たい時に寝て起きたい時に起きる岩川でございます。今日は岩川の日常映像とともにお話をしていこうと思います。いや最近ね、貧困 YouTuber 引退みたいな動画上げたんですけどね、動画の内容としてはね、コロナの休業保障のお金あるでしょ。コロナで飲食店やっていい人とかがお休みになってお金が入ってくるみたいのがあるんですけど、それがやっと入ってきて、それと何確定申告の還付金やのとかが重なって一瞬だけ貯金が100万円超えるっていうのを動画にしたんです。まあ100万円っていうのは皆さんにとっても大金でしょうけど、41歳がね、貯金100万円って多分はしゃげる金額ではないと思ったんですよね。今僕たち3人で YouTube やっていいんですけど、3人とも、まあ、みんないい年こいてフリーターです貯金なんて当然ほとんどありません。ここで貧乏人が貧乏人にたか100万の貯金でマウント取ったら面白いんじゃないかって動画内でやってみたら、来たコメントはこちら、ドン。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。日本大丈夫か。いや僕の感覚的にはね、ホームレスの人がたまたま10万円拾って、それをなんかホームレス仲間の人に威張って見せびらかしてるみたいな感覚だったんですよ。はい。いや僕がその状況を見たとしても、確かにおっちゃん10万円羨ましいなとは思うでしょうけど、自分のやってることに対してバカらしいとか1ミリも思いませんよ。はい。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。あなたの生活よりこの生活の方がいいんですか。ブックオフで260円で買った15年以上前のゲームをやっております。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。世の中ってすっごいイケメンの人とか、すっごい頭いい人とか、すっごいお金持ちの人とかいろいろいますよね。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。僕のアルバイト先の子でね、お父さん働いてるとこ見たことないんですけど、年収1000万以上って人いました。はい。なんか先祖代々の土地があるみたいでそれでずっと家にいるんですけど1000万入るんですね。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。僕はまだ出会ったことないですけど、世の中にはね、このお父さん以上に寝てるだけでね、1億とか10億とか100億とか下手したら入る人もいるんじゃないですかね。そして不公平なシステムを作っているのはこの人たちでしょう。だって俺少なくてもその何バイト先の子のお父さん4日は頑張ってるもん。世の中不公平ですね。真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。またね、自分のことを真面目と思ってるでしょうけどね、僕からしたらあなた不真面目ですよ。例えばね、野球選手だとね、1時間野球の練習する人と8時間練習する人といて、ね、1時間の人が一見不真面目に見えるかもしれんけど、もう結局1時間の人が結果を出してしまったら、もう1時間の人の方が偉いでしょ。今まではね、これはもうスポーツの世界とか芸能の世界だけの話でしたけど、もう今はもう一般社会もそうなってきてるんですよ。あなたは真面目にやってて、僕デートに送るね、ラッキーで心を乱してしまうってことは、その真面目間違ってるんですよ。社会人に向いてる人が真面目に社会人をやったら、僕を羨むことは絶対にありません。世の中不公平ですね。
真面目に働いて税金払ってる方がバカみたい。いや、バカみたいと思うんだったらバカみたいなことをやめたらどうですか。いや、今私たち YouTube やってますけど、本当ね、私たちの場合は年収1000万いけばもう大成功だと思いますよ。はい。でも世の中にはもう生まれてきた時点でね、もうただ寝てるだけで1000万入る人っていうのはいるんですよ。1000万だったり1億だったり10億だったり。こういう人たちがね、あの政治家になって、あの今回コロナで緊急事態宣言っていうのをやって、あの僕飲食業やってたんですけど、そのなぜかね、飲食業だけはなんかお仕事しちゃダメっていう状態になったんです。いや、その代わりなんか国がお金くれるってことでお金もらったんですけど、それそんな悪いことですかね。こちら秋竹町の事件とまではいきませんが、申告している収入とキャッシュフローが合ってるんでしょうか。市役所や税務署に確認してみます。別に確認するのは勝手ですけど、その調査にかかるのって税金ですよ。あなたは僕が税金使っているのが気に食わないんじゃないですか。こちら秋竹町の事件とまではいきませんが、申告している収入とキャッシュフローが合ってるんでしょうか。市役所や税務署に確認してみます。僕 YouTube やってなかったら生活保護をもらってますよ。それなんでやらないかっていうと、あなたみたいな人に金玉握られないためなんですよ。こちら秋竹町の事件とまではいきませんが、申告している収入とキャッシュフローが合ってるんでしょうか。市役所や税務署に確認してみます。あとキャッシュフローってどういう意味ですか。多分人に頭よく思われたいんでしょうけど、あなたキャッシュフローとかいう言葉使うような社会で生きてないでしょ。なんかバカが人から賢く見られたいみたいな文章ってなんとなく見たらわかるんですよね。こちら秋竹町の事件とまではいきませんが、申告している収入とキャッシュフローが合ってるんでしょうか。市役所や税務署に確認してみます。そもそも頭いい人ってお金も稼いでだろうし、僕みたいなもんがなんか数十万得しようか損しようかどうでもいいんですよ。わあ、またバカが絡んできたなって思って文章を読み進めていったら、キャッシュフローってこんな言葉絶対低所得者が日常的に使う言葉じゃないでしょ。バカだと思われたくないんでしょうけど、バカってバレますよ。隠そうとしても。まあガールズバーの女の子とかだったらそういう言葉使うと褒めてくれるでしょうけど、あなたはバカだってガールズバーの女の子にもバレてますよ。だって頭いいならお金稼げるもん。こちら秋竹町の事件とまではいきませんが、申告している収入とキャッシュフローが合ってるんでしょうか。市役所や税務署に確認してみます。秋竹町ってなんか気になるな。またやり直すのめんどくせえからもうこのまま行きますけど。なんか秋竹町の事件が何なのか僕知りませんけど、あなたもっとね、自分のためになることに時間使った方がいいですよ。なんか社会で全然役に立たないし、正義の味方みたいなことをやりたい気持ちもわからんでもないんですけど、あなたにね対峙できる程度の悪党だったら、あなたが動かない方がスムーズに片付くんですよ。あなた残念ながらバカだし、バカがやろうとする世直しほど世の中に迷惑なものってないんですよ。世の中を良くしたいっていう気持ちがあるんだったら、周りの人に親切にすればいいんじゃないですか。なんか電車でおばあちゃんいたら席譲ってあげたいとか、あとね、荷物いっぱい持っている人がいたらドアを開けてあげるとか、
それだったらバカでもできるじゃないですか。そして誰も嫌な気分にならないじゃないですか。そういうことを自然にできるようになった方があなたの人生楽しくなると思いますよ。まあどうでもいいですけど。はい、以上です。